皆さんこんにちは、ノア再び登場。今日はアメリカ系音楽の巨匠と呼ばれたルロイ・アンダーソンのワルツィングキャットを弾いてみます。この曲はとってもコミカル。猫の鳴き声をポルタメントという奏法で表現して、最後にはいたずらワンコに追いかけられて一目散に逃げていく、そんなコミカルな曲です。ピアノは立派なオーケストレーションを表現できるオーケストラ楽器です。ワルツィングキャットミュージックオン。皆さんこんにちは、ノア。今日はアメリカ系音楽の巨匠と呼ばれたルロイ・アンダーソンのワルツィングキャットを弾いてみます。この曲は可愛い猫ちゃんの鳴き声がポルタメントという奏法で
コミカルに表現されています。最後はいたずらわんこに追いかけられてすってんころりん、一目散に逃げていく、そんなコミカルな曲です。ピアノはとっても楽しいオーケストラ楽器、管楽器のオーケストレーションなどイメージがとても楽しく表現できます。ワルツィングキャットミュージックオン。猫の鳴き声、ワンコの遠吠え、ピアノって楽しいな、ワルツィングキャットでした。